トミー・ハーパーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、オークグローブ出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち。メジャー7球団でプレーした右打ちの外野手。1962年4月9日にシンシナティレッツで、メジャーデビューし、1963年以後はおおむね、レギュラーとして起用される。投類こそそこそこ多いが、打率が低く、1968年に、 クリーブランド・インディアンスに移籍。1969年に新設されたシアトル・パイロッツに移籍。球団として最初の試合となった4月8日のカリフォルニア・エンゼルス戦では一番打者として出場。球団史上最初の打者となり、この打席で二塁打を放ったことで、球団史上最初の安打も記録した。さらにこの後、マイク・ヘーガンの本塁打で生還したことで、 球団史上初得点もハーパーの記録となった。このシーズンは73盗塁を記録してアリーグ最多盗塁のタイトルを獲得している。翌1970年よりチームはミルウォーキーに移転してミルウォーキーブルワーズとチーム名を変更する。同シーズンも4月7日の開幕戦で一番打者として起用されている。この年は主に三塁手として起用されたが、いずれも 自己最多の打率、296.31本類が82打点を上げ、さらに37盗塁と合わせてメジャー史上5人目の30から30を記録。オールスターゲームにも出場した。1972年にはボストンレッドソックスに移籍。1973年には54盗塁で、自己2度目の盗塁王に輝く。 1975年以後は3チームを転々として、1976年、限りで現役を引退した。引退後は、コーチ等を歴任。2001年2002年の2シーズンは、レッドソックスの一類ベースコーチを務めた。ありがとうございます。